はい、どうも皆さんこんにちは、ナフタレンです。今回もワールドオブウォーシップの方やっていこうと思います。で、今回使う船はこれ、ドン、ドイツの巡洋艦のエムデンです。で、待って、これなんか迷彩が反映されてへんね。迷彩搭載、よし、そう、この白い迷彩なかなかかっこいいと思うんですよね。はい、オッケー。はい、で、プレミアム鑑定で、なんかお正月になんかイベントをやったらなんかもらえるよみたいなやつでした。で、今任務で、任務チャレンジかな、なんやろ、イベントあれも終わったかな。あ、もう終わったっぽいか。まあいいや。じゃあ、まあ、とりあえず AI 戦の方やっていきたいんですが、手法が結構いっぱいついて、まあまあ、ドイツの巡洋艦はまあ基本的になんか手法がいっぱいハリネズミのようについてるイメージですけど、まあ、結構いっぱいついてるので、まあ、弾幕がまあ結構張れるので、まあ、そこが楽しいんじゃないかなと思います。ちょっとなんか、マイクがちょっと遠い気がするけど、やっていこうと思いますと。で、相手はティア2とティア1で、魚雷撃ってくるやつはおらんかな。魚雷には注意せんで良さげな気がする。魚雷積んでへんやろ、みんな。あんまこのソ連は積んでた気もするな。ソ連は積んでたかもな。でもこれは積んでないやろ。エムデン、チクマも積んでない。これも多分積んでへんから、ティア1で魚雷はさすがにないか。いや、多分魚雷は飛んでこんから。戦闘を開始。音がちょいでかい。音ちょっとでかいかもな。さっきちょっと下げてんけど、よし、このまま、ワールドオブウォーシップはね、もう音ちょっと小さいぐらいがちょうどいいかなと思っているので、というかもう最初こう進んでるとき音小さくても手法打ち出すと結構うるさいので、このもんでいこうかな。まあ逆に小さすぎるのもあかんけど。で、ほら、結構このなんか煙突がもう金じゃないけど黄土色みたいな感じで、なかなかこの迷彩好きやわ。うん。で、手法が片弦に5問ずつかな。で、両弦合わせて10問ついてるから、こう右で敵と戦ってて倒して左に来たってなった時も結構すぐ照準合わせれるので、まあいいね。そう。で、まあ、しかもプレミアム鑑定とかもあれですからね、今あの神風とこれしか持っていないので、今ちょっと今後あのアルペジオコラボの今後を狙うかどうか迷ってるところなんですけど、まあ2月の最後だから3月入るまで、2月いっぱいはまあそのイベントやっているみたいなんで、まあ、そろそろでもちょっとやる気出してやらなまずいかもな。まだあの一石しか見つけてないっぽいね。あのちょっと四角に入る。わーし、なんか正面おるで。あ、なんか結構いっぱいおるやん。ちょっと待って、なんか手法が連射が遅い気がする。いや、相手は誰や。俺みたいな。自分魚雷大好きな人なんで、魚雷を撃ちたくてしゃあないんやけど、俺全然当ててないよな。しかも今日一番のあれやから、一発目やからな、この試合。いや、
やばいやばい、めっちゃ飛んでき、あ燃えた燃えた、しかもこれなんか俺負けてるよな明らか、これ めっちゃおるしな、なんかマップ見たら、ちょマップでかいかもしれんけど、ちょっとこれぐらいが自分見やすいんで、ちょっとこれは許してちょう。あめっちゃ飛んできてる、あまた燃えた、やばいな、こいつだけは沈める、オッケーオッケー、逃げろ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 、ドイツの船か、あれ逃げよう逃げよう、ちょっと燃えてんのがまずいし、手法以外何もないっていうな、それがちょっと面白くないところですけどね、まあ、ティアも低いから、まあ、しゃあないけど、どうやるか、なんか あの相手の船マスト、なんかなかなかかっこいいと思う俺だけいや普通の他のやつとそんなに変わらんけど、待ってこれなんか手法命中精度悪すぎ、よほ打ちたいけど、我が軍が優勢になりました言うてるけど、ちょっと待って、ほらほらもう沈むね、オッケー、沈め、え勝たない、なんかあー沈められた、あーじゃないんやろうけど、ナイスなんやろうけど、ラスト橋立てか、これがパート1で これは駆逐艦かなとか言ってた橋立てじゃないですか、当たらん、全然ラストじゃないよなこれ、けどまあこのまま俺あの A ポイント目指しちゃおう、 A ポイントあの敵の陣地目指しちゃったら、多分占領する時間もなく多分全員相手死ぬけど、一応占領できそうやったら占領したいし、向かおう、もう沈むね、あー沈められた、あとこっちか、あれは無理かな、射程的に無理やな、 OK もう入ろう占領しよう、あえて一隻がもう沈みかけか、味方も来るかな占領しに、まあまあまあ船でも眺めよう、でこれもあれですよね、主砲もう14センチ単装砲にそっくりっすよねやっぱ基本多分 どの国が作ってもこうなるんやろうけど、めっちゃ似てるよね、つか これ以外にどうしろっていうねんっていう話やけどね、でこの何やったっけ、このこれ カッターって言うんやったっけ、このボート、これもこれマイクラで作られへんのよね、難しい、あの内火艇内火艇どっちともいうかはまあそれっぽいのはできてんけど、ここのボートが作れんくてめっちゃ困ってるお前いつも俺この動画撮ってたらマイクラの話しだすよね、そう占領しよう、あれ今日もう91発も当ててる、なかなか当てた方やけどね、え何いきなり雑称する、91発当ての4回隔壁やったっけ、何やったっけ、なんかね機能停止かで3回なんか防壁何なんかなんとかをぶっ壊したよ、で火災1回発生させの、これでも待って敵が意外と沈まんよね、何をしてんねん、SOS、 あ了解もうちょっとで射程に入る、よ
しゃあやっと撃てるで、ちくま。あ、待って、味方に当たっちゃう。ごめんなさい、味方わざとじゃないんやで。これ何？これちくまか。ちくま、ちくま、ちくまって煙突4本もあったん？へえ、あ、突撃。おお、神風アタックや。あと俺、四方の位置がこれまずいな。全然曲がらんねんけど、船が。よしよし、あ、終わった。まあ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 、ちょっと微妙やな。ということで、今回は、エムディン使ってみました。ご視聴ありがとうございました。